132はフィアットが製造販売していた自動車である。1972年5月に発表された132は DOHC エンジンを搭載したスポーティーで手軽な4ドアファミリーセダン125の後継者として誕生した。ボディタイプは125と同じく4ドアセダンのみで DOHC エンジンは標準型では 従来の 1592cc98 馬力を流用したが、上級のスペシャルには124スポルトクーペ、スパイダーと同じ 1756cc111 馬力が与えられた。一方、車体は大型化され、デザイン的にも上級車の130や、同年にデビューした BMW522 に似たスタイルとなった。この結果車両重量は重くなり、 操縦性も鈍いステアリングと強い、アンダーステアリング特性を示し、125のスポーツサルーン的な持ち味は失われた。1976年にはマイナーチェンジを受け、車種体系が GL と GLS の2本立てとされ、フロントグリルの変更やサイドモールの追加が行われた。この際、不評であった操縦性にも改善が加えられたが、 人気回復には至らなかった。翌1977年には、再度のマイナーチェンジを受け、インテリアデザインの変更や、大型バンパー採用が行われ、1995CC112 馬力と同燃料噴射付き122馬力モデルが1800に代わって登場した。これは1976年に130が生産中止となり、132は、 フィアットブランドの最上級モデルとして、よりフォーマルな乗用車としての役割が期待され始めたためで、イタリアでは運転室付きで使用される例も多く、防弾走行が施される例もあった。1978年には 2435cc ディーゼルエンジン車も追加された。また 1600cc エンジンは 1585cc90 馬力の新エンジンに変えられた。 スペインではセアト132として1973年から1982年まで生産されたほか、現地組み立ての形でポーランドでポルスキーフィアット 132P として生産され、用人警護用のパトカーに広く用いられた。また、マレーシアでも組み立てられたほか、韓国でもキア産業がライセンス生産した。しかし、前身の二十五や、 ワンクラス下の131と比較して人気薄のモデルであったため海外提携に熱心であった当時のフィアット社としては海外生産台数は少なめであった。ありがとうございます。